はい、松崎です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みを治すためヒントだったりアイデアを治療かなあたりお届けできればと思います。今日はですね、こちらの手、いわゆる腱鞘炎のですね、治療テクニックやっていきたいと思います。もしあなたがですね、手の治療やってるんだけども全く改善しない、もしくはですね、手の治療やっても全くですね、こう一向に改善していかない、同じこと言いましたね間違いましたけども、あとは何していいかわからない、何から始めていかない、そもそも治るかわからないね、そんな方も多くいらっしゃると思います。で、今回はですね、そのどういう風なメカニズムでこの腱鞘炎が起きているのか。で、腱鞘炎って結構舐めちゃダメでですね、この腱鞘炎から五十肩が起きた、首の痛みが起きたね。で、この手っていうのはですね、めちゃくちゃ使うじゃないですか。パソコン、スマホね、現代病って言われてますから、結構この手から腰痛があったとかもすごくありますんで、舐めちゃいけないね、すごく大事な治療の方法、もしくはですね、この病態学を教えていきたいと思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。はい、でですね、今日はこれ二部作でやってますので、病態学ですね、なぜ起きるのか、これを理解していただきたい。で、これ原因はですね、肘にあるんですよ。言ってくださいよちゃんと肘にあるんです。で、なんで肘なのかってところを話していくと、確かにってなってきますね。ただこれね、テクニックを教えて肘の治療できるんだけど、確かに治るんですよ。けど、なぜこれが起きてるのか、なぜここ治療すると治るのか、これ分かんなかったら一生自信持ってできません、治療がね。だからしっかりこの病態学、今回はしっかり教えていきますので、しっかりこの病態学を分かった上で次の動画の中でテクニック紹介しますので、忘れないようにチャンネル登録、あとは高評価、コメントね、アウトプットしてください。OK、ちょっと近くまで来てね、紹介をしていきたいんですけども、いわゆるね、腱鞘炎ってここの部分ね、起きてたりとか、よくね、この親指の方とかね、この部分言いますね、ドゲルバン症候群って言ったりもしますけど、この辺とかで起きたりとかしますね。よくね、このパソコンとかあるじゃないですか、パソコンこうやって打ちますよね。で、シフトとかありますよね、シフトね、パンパンパンって変換する、この時に小指外転筋とか、母指外転筋とか、ここのね、外側の筋肉って結構使うんですよ。で、この部分が結構炎症が起きたりしますし、あと腱鞘炎っていったら真ん中の部分とか、あとそれが発展してですね、バネ指って言って、この辺がパンパンパンって指が跳ねていくような感じ、これも起きちゃうんですよね。で、これってなぜ起きるかって言ったら、原因はですね、いわゆる屈筋、いわゆる手を曲げる筋肉を使いすぎてる状態が結構原因なんですよね。使いすぎ、いわゆるこの腱鞘って何かって言ったら、いわゆる筋肉についてる腱ありますよね、いわゆる筋肉を収めてるんですよね。筋肉たくさんあります、この手ってね、手の中には筋肉たくさんあるんですよね。で、この筋肉がこう一個一個動いちゃうと、ボコ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 って出てきちゃうじゃないですか、筋肉が。だからこれを抑えてくれてるね、いわゆる筋肉を収める鞘ね、鞘だから腱鞘なんですよね、鞘なんで、鞘は鞘ですよね。だからこの筋肉を抑える、刀のありますよね、切るところ、あれを収める鞘ありますよね、あれが腱鞘だと思ってください。筋肉を収めてるんですよ。収めることによって、筋肉がボコボコなんないようになってですね、しっかり動きやすくしてくれるっていう役割があります。これは腱鞘で、この腱鞘、いわゆる刀の中がさ、なんでこの鞘が壊れるかって言ったら、中で筋肉が暴れまくる、もしくは刀がでかすぎて入れようとした時にパキッて割れちゃう。ね。刀だったらそんな感じじゃないですか。使ったことないですけど、俺も。ね。けど、いわゆるこの容器よりも中身が大きくなっちゃったら壊れちゃいますよね。中に収めてるわけですから、こういう鞘をね、収めてるのが、中の方がでかすくなりすぎれば、外が壊れる。当たり前なんですよ。だから、いわゆる筋肉がでかくなる、いわゆる肥大をしすぎる、いわゆる使いすぎる状態になると、この鞘が摩擦が起きてしまって、これで炎症が起きる、それが原因で腱鞘炎ね、が起きたりとか、それがずっと続くことによって、圧迫すること、摩擦が起きることによって、これがいわゆる腱鞘が腫れてくる状態、いわゆるこれで中指が通りにくくなる、バネ指ね、こういうのが起きてくるんですよ。だからバネ指とか腱鞘炎っていうのはね、一緒なんですよね。で、何が原因かっていったら、屈筋、いわゆる手を使い、指の使う筋肉、指を曲げる筋肉、手首曲げる筋肉、これが使いすぎてる状態、これだと思ってくださいね。っていうふうに考えた場合、じゃあこれ使いすぎてるから休もう、これダメじゃないですか仕事休めないでしょ。だから何をするかっていうと、屈筋、いわゆる曲げる筋肉を使いすぎるんじゃなくて、これなんでしょうね、筋肉が使われすぎるような状態になってしまっていることが悪いんですよ。ですか？
だって普通にパソコン業務を同じ時間やっても腱鞘炎になる人ならない人でしょ。これ何の違いかって言ったら、いわゆるこの使いやすい状態、いわゆる筋肉が腫れやすい状態になってるかどうか大事なんですよ。ね、で筋肉が使いやすい状態、硬くなりやすい状態、どういうことかっていうと、これは筋肉は近づいてる状態、いわゆるこういうふうに近づいてる状態が起きると筋肉って硬くなるんですよ。ね、例えばそうですね、例えば肘を曲げてもらってる状態続ければ上腕二頭筋って短縮します。そうすると肘が伸びなくなりますよね。例えばギブスをずっとつけた状態にしてると伸びない、こんな状態が起きてきます。それはなぜかというと筋肉が硬いからです。だから筋肉と筋肉が近づいてる状態になってると、これって硬くなりやすい、いわゆる屈筋、いわゆる手を曲げる筋肉が使われやすくなってる状態で、手を握ったりとか曲げたりとか手首を曲げる筋肉って、これって肘の内側に全部つくんですよ。ね、知ってました？はいですね。肘の内側に全部つく。で、これっていわゆる海内状態ですね。海内状態っていう、このね、スマホ使う時も海内って手首が内側向きますよね。パソコン触る時も内側向きますよね。この状態がつく続くと肘の内側、ここですよね。肘の内側、手首、これが内側に海内すると筋肉って近づきますよね。いいですか？そうですよね、はいはい、近づきます。そうすると筋肉が硬くなりやすい状態ができちゃう。そうすると使われやすい状態ができる、硬くなりやすい状態ができる。この状態で使いすぎるってことが起きると、中の鞘がでかくなる、肥大化していく、硬くなる。そうすると腱鞘に影響が出てきて、腱鞘炎もしくはバネ指、こうなってくるんですよ。だから何をするかって言ったら、これは肘が、いわゆる前腕が内側に入りすぎているのをさらに開く、いわゆる海外方向に回っていくってことをしてあげると、バネ指って改善しやすいんですよ。バネ指だったり腱鞘炎の方って内側に向くのは得意なんですけど、外側にこう開こうとすると全然開かないんですよ。で、開いてるよって言うんですけど、それ肩が回ってるんですよね。肩関節が外旋してます。肘のシワが外を向くようにって、ね、外を向くようになった、肘のシワじゃなくて、この肘のシワがまっすぐの状態で手首をこうぐーっとひねる、外側にひねると痛い痛い痛いって言われる方がいます。これだけでストレッチが入るので、ね、それぐらいで普通の方だったら全然痛くないんですよ、ね、だけど腱鞘炎の方ってこれで硬くなってますから、これをこう雑巾みたいに絞る、外側にぐーっと開外する方に持っていくと痛いってなりますね。それぐらい硬くなってるので、このいわゆる肘の部分を外に開いていく、いわゆる前腕の部分を開外していく、これをすることによって肘の、まあ、いわゆる屈筋の硬さが取れてきて、腱鞘炎が軽くなってくる、ね、改善してくる、バネ指が改善してくるってことが起きます。いいですか？だから狙う場所は手じゃなくて肘、いわゆる前腕部分を狙いましょう。海外方向に持っていきましょうなんですよ。ですね。ここまで分かったら、じゃあ海外に持っていく治療テクニックって何だろう？なりますね。ここまで分かってテクニックが入っていけば、治りました。患者さんに説明ができます。ね。あ、これこういう風にやったら痛いでしょ？硬いでしょ？確かに硬いです。これが原因で指が硬くなってるんですよ。だからこれを治療しましょう。患者さんも納得します。そしたら自信持って治療できるわけよ。それで治療して改善すれば患者さんも納得するし、こっちも自信持って、どん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 治療できるようになります。だからこの病態学を理解すること、そしてそこからの治療テクニック、この2つを足していくことが大事ですね。ね、この2つを知っていくこと、テクニックだけじゃなくて解剖学、こういうのも知っていくってことをね、大事にしてください。で、解剖学だけ勉強してもテクニックなかったら治せませんね。頭でっかちになるだけです。テクニックだけ知ってても解剖をしなかったらつながんないから、一生テクニックばっかりを求めてます。大事なのはこの2つを合わせることが大事になってますからね。私の大学とかではこういうのね、解剖学なぜかってとこを教えた上でこのテクニック紹介してきますので、しっかりねそういうものを学びたい方はぜひね BTC っていうオンライン大学紹介してますので、メルマガ限定で、ね、応募してますので、概要欄の方チェックしてもらう、もしくはねメルマガの方で募集してますから、ぜひそちらの方でチェックしてみてください。はい、ということで次の動画の中ではですね、このテクニック紹介していきますので、次の動画見逃さないようにチャンネル登録、あとはですねコメントといいね、ね、ぜひお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。次の動画でまたお会いしましょう。